はい、それでは、キャンピングカーバケーション2023スプリング、開会式を始めます。よろしくお願いします。本日はですね、大変足元の悪い中、こちらの方お越しいただきまして、またほとんどキャンセルがないような状況で、はい、来ていただいております。前回同様ですね、今回も、北は東北、南は、九州からお越しいただきまして、まあ、およそですが、スタッフ、ユーチューバー入れて250台ほどの車両が集まっております。はい、まあ、ぜひね、このキャンピングカーバケーションの方で仲間の方をね、組み合わせにしていただけたらと思います。はい、ちょっとね、今回いろいろとご紹介いただいている会社さんで、本日来ていただいている方、一言ちょっとだけちょっとご覧いただけたらと思います。お願いします。あ、皆さんこんにちは、バーティックスゆうきでございます。今日ですね、お招きいただきまして、私、この脇のチーム520にいるんですけれども、今回ですね、新しい、リチウムイオンバッテリーシステムイリスを搭載した車、乗ってきております。なんかリチウムバッテリー気になる方がいらっしゃったらですね、お声掛けいただければと思います。今日は天気はいいですけれどもね、ぜひとも楽しんでいただければと思います。よろしくお願いいたします。ランウェイの宮沢と申します。アドリアサンリビング、のキャンピングカーのレンタルと、南アルプス、山梨県南アルプス市ですね、そちらの方で RV パークやってますので、よかったらお越しください。今日はよろしくお願いします。 H&G ファクリーのモーコンと申します。主にテーブル、キャンピングカーのテーブル作ってますんで、もし何か興味ある方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。株式会社天気の田村と申します。今日はですね、株バッテリーのリチウムイオンのバッテリーを作っているとか、コーラーの電源の、右手のあちらの方でキックシンさんの車と一緒に展示してますので、もしよろしければ見てみてください。今日はよろしくお願いします。こんにちは、フィールドジャパンの島田と申します。今日はワインの営業審議でお越しいただきました。また皆さんにお話をいただければと思います。よろしくお願いします。はい、それではですね、今回ちょっとスペシャルゲストという形で、スペシャルゲスト、はい、お越しいただいてます。元ボクシング世界チャンピオン、内藤大輔さんです。皆さん、こんにちは。今日、僕もキャンピングカーで、自分のキャンピングカーで来ました。僕はハイエースの、ベースハイエースの番号なんですけども、ここで自分のキャンピングカーで、このイベントに参加できることが非常に嬉しいです。今日はその皆さんよろしくお願いいたします。はい、それではですね、今回参加 YouTuber さんの方から一言ずついただきたいと思います。こんにちは。すいません、もう今日こんな雨、本当に多くの方に来ていただいてありがとうございます。ベチャンネルと申します。よろしくお願いします。ベチャンネルはベチャンです。今日のキャンバケを楽しみましょう。よろしくお願いします。すごい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、ゆうきライフチャンネルです。今日はあいにくの天気なんですけれども、皆様とお会いできてとても嬉しいです。今年のですね、1月に、2台目のキャンピングカーが納車されまして、いろいろカスタムしてますので、よかったら見に来てください。今日は明日よろしくお願いします。はい、どうもこんにちは、トモさんというチャンネルをやっているトモと言います。ちょっと今日入り口でトーク案内してたんですけど、行きましたでしょうか。車中泊はちょいちょいやってるんですけど、車中泊に役立つかもしれない製品を動画でお知ったりします。もしかしたら皆さん人いるかもしれないですけど、またよろしく頑張ってください。今日はもうこれから明日とかよろしくお願いします。こんにちは、おやつパートです。雨の中、近くよろしくお願いします。こんにちは、おやじパンダのべです。半年ぶりのキャンバケですか、雨ですか、楽しみましょう。ありがとうございます。皆さんこんにちは、今まチャンネルの今まです。
今日は本当にこんな雨の天気なんですが、明日は晴れるという予報なので、ちょっと今日はなかなか交流とかも難しいかと思うんですが、明日は皆さんとたくさん交流したいなと思っております。今日はよろしくお願いします。皆さんこんにちは、キッチンチャンネルと申します。普段ね、あまり顔出しをしてないので、気づかない方もいらっしゃるかなと思いますけれども、雨の中、一生懸命楽しみたいと思っております。ちょっと中で飲みすぎて同じことを連呼してたらしいので、ちょっと今、体調不良なんですけども、お昼には復活すると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。明日ですね、ちょっと漫画家の文庫明先生にお越しいただいているので、ちょっと一言いただきたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは、講談社の方で、キャンピングカー漫画、西田よりこの食べ走りという、漫画を連載しています、文庫明です。よろしくお願いします。漫画読んだことあるって方、あれ聞いてもありがとうございます。まだ読んだことない方もですね、キャンピングカー漫画で、ネットで検索すると、1話とか無料で読めますので、もし今日の夜でも、見ていただいて、明日晴れたらサイン欲しいよって方いらっしゃいました。皆さんのために左手 の水色のテントウムシ、実際漫画でも、登場する車なんですけど、中とか明日自由に見てもらえるようにとかしますので、明日の朝、来ていただければと思います。あと若干少数ですけど、漫画も参考と参考本ありますので、もっと欲しい方がいらっしゃいましたらお声掛けください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。181番から190番から、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。久しぶり。ありがとうございます。タッチです。そうです。なんかすいません、1番でごめんなさい。大人だけです、大人限定。大人だけやって、はい、これここで見てくれ。こういう時にね、頑張ってる売りパパ、売りママです。売りパパじゃなくて売りママ。先は行く、橋本です。一番前。一番前恥ずかしいやん。ワインプリン。一番がめつい女がいないです。これが実際の裏側です。そうそうそう。これ絶対当たるんですよ。27人の方に。あー、なるほど。100人中27人。うわ、そういうことか。まあ、こういう人は大体外れるんだ。こういう人は大体外れる。まあ、逆に外れてもらわないと面白くないですよね。確かに。何？左だよ。一人一個。ここからちょっといいワインになります。ありがとうございます。48番から。当たった。聞かれよ。忖度なしです。忖度です。皆さんこれも僕ら当たったらもうマジでやばい。逆に印象悪いです。そう、 YouTube 当たるとまずいよ。42番から。はい、最後の1本です。これ一番いいワインだ。これはもう私たちの番号決めてたんですけど、100番ですよ。101がかな。カラちゃん惜しい惜しい。でも引いたら当たらへん。でも近づいてきた。だんだんかすれかな。すごい。すいません、どうもありがとうございます。の方を、まあ、今回ちょっと差し入れといいますか、伊藤さんといいますか、いただいておりまして、これも順番に並びましょう。これもこの子も大人もみんな並んでいただいて、はい。
こう順番に。もうええな。いや、まあまあいっぱいあるあ。大変お待たせしました。YouTuber さんとの交流会をちょっと始めたいと思います。まだこちらに来られてない方、ぜひこちらの方に集まっていただいて、ちょっと全然写真もちょっと撮りたいなと思ってますので、はい。キャンピングカーの方におられる方もぜひこちらの方にご参加いただけたらと思います。キャンピングカーバケーション。お菓子に集まる皆さん。この後ちょっと弾き語りさせてもらいます。あいにくの雨で申し訳ないけど、ちょっと見てもらえたら嬉しい。お菓子も好きだけど、音楽もいいぜ。大雨。You don't know what you mean. I'm missing a boy. Well, no, miss the old boy. Where I can see that too. Well,僕がピンゴーって言ったらシュートって言ったら回しますんで、それで僕が撮影していきます。元気よくね、はい、一回ね、ちょっと練習いきます。ではピンゴーシュートシュッチョもう一回いきますか。はい、元気よくね、ちょっと雨に負けず、はい、お願いします。ではピンゴーシュート。はい、ありがとうございます。はい、行きまーす。はい、ビンゴシェーダー。もう何番？はい、73番。行きまーす。ビンゴシェーダー。71番ビンゴ。すごい。それではですね、セネキさん提供、はい、まあ一発目が大体わかります。ポータブル電源でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。キンゴシンゴ8番ビンゴです。セイキさん提供ポータブル電源でございます。おめでとうございます。はい、はい、おめでとうございます。撮ってるかな。よいしょ。おめでとうございます。それではですね、はい、株式会社ナッツさん提供、はい、プレゼントはゆうすけさんに、はい、はい、はい、アップルウォッチでございます。うらやましい、ね、ホテル宿泊券になっております。はい、お二人とも、はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。めっちゃいいですよ、レストラン。はい、ぜひ窓子ダメを見てください。動画に載っております。はい、それでは次ですね、イブノ高原カステルアールグリパークさんの方から
食べ比べご質問あります。ありがとうございます。ありがとうございます。やった。皆さん立っていただいて、ただただ座っていって、最後に残った方がアプローチです。皆さん立ってください。座っている時点で外れになりますので、ピンポっていうのは基本的になくて、ただただ座る。そう。一つでも空気が当たったら今度座ってもらう感じです。一番最初にビンゴを決めるっていう感じです。最初にビンゴから最初にカードを決める。はい。はい、次行きます。リンゴ12番。大丈夫、まだ生きてきてる。あ、もう最後の1人ですね。はい、ということで、はい、おー、リンゴマッチすごい。はい、バンテック株式会社コーナー、はい、アプローチでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、本日のプログラムはこれで終了となります。あとですね、10時まで、このインスタグラムとツイッターですね、ハッシュタグキャンパケ、ハッシュタグボブキャンパーを名義の上投稿していただいた方、ね、アプローチ2本、それぞれインスタグラムとツイッターと1本ずつ当たるチャンスがあります。ぜひね、10時までに素敵な、お写真、ね、ツイッターとインスタに上げてください。ということで、ご応募どしどしお待ちしております。はい、ありがとうございました。アップルウォッチに1本あります、はい、それぞれね、インスタグラムとツイッター、たくさんの方に応募していただきましてありがとうございました。実はこういうキャンピングカーバケーションの色紙を書いていただきまして、こちらの方をね、特別賞っていう形で、SNS 選んでいただいて、お渡しさせていただこうと思ってます。雨の中に、にも負けず、全力で遊んでいたおっさんたちに活躍をしていた、アキスチャーって山下さん。こんにちは。はい、今回ですね、このツイッターでの、SNS 大賞発表させてもらいます。はい、ふみとさん、はい、インスタグラムの方なんですけれども、こちらはスーさん、ね、おめでとうございます。お写真がとても奥様とお子さんの笑顔がとても素敵でしたので、早く直せていただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。あとですね、今後のキャンピングカーバケーションの話になってきますが、今現時点で決まっている部分でいうと、9月の、半ば、ちょっと日にちが決まってないんですけど、3連休があるんですけど、その、3連休をどういう形かというのはまた後日発表させていただきますが、東北の宮城県の方で、50台くらいの規模にはなるんですけども、キャンピングカーバケーションに東北っていうのをさせていただきたいと思います。はい、ぜひね、ちょっと東北を少しでも元気にしたいっていう、はい、と思っておりまして、開催するコミットがありました。一応開催の方が実は今おとといにですね、一応決まりましたので、またぜひ発表させていただきます。あと、11月ですね、前回もさせていただきました、
野口オートキャンプ場さん、和歌山の方ですね。こちらの方、第3週の初日に、させていただきます。はい、こちらの方はね、まあ、同じように200台前後、また応募を募集すると思いますので、ぜひぜひね、こちらの方も、はい、チェックの方をしていただいて、お申し込みいただけると嬉しいです。あとは、まあ、ちょっと今後の話になってくるんですけど、まあ、そういった形で、大きいのを、この、静岡で、春にやって、秋に、和歌山とか、関西の方でやって、それ以外には、ちょっと、小規模のやつを、先ほど言った東北ぐらいの、50台から100台ぐらいのイベントを、各地でちょっとやっていきたいなと思ってます。まあ、こうやって参加してくださってる YouTuber さんが、なぜかバラバラの地域に住んでおりますので、その地域地域でね、交流ができたらいいなと思ってまして、はい、まずは今後また計画立てて発表していきますので、はい、ぜひね、ご参加いただけたらと思います。はい、ということで、今回のキャンピングカーバケーション2023スプリング、ちょっと足元の悪いならね、たくさんの方、ほぼキャンセルもなくお越しいただきまして、本当にありがとうございました。はい、また次のキャンピングカーバケーションでお会いしましょう。はい、ありがとうございました。楽しまれてたんで、ね、はい、またぜひ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。菊神さん、ありがとうございました。ありがとうございます。またお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。またよろしくお願いします。あ、私もよかった。ありがとうございます。あ、そうですね、和歌山でお願いします。ありがとうございました。またよろしくお願いします。